の学園は校長こと DJ コウさんが校長面談と題して、あまり交流のない ABEX の後輩たちの素顔を調査。今回の面談企画内容は、後輩たちのアンケートチェック。テレビ出演で目立つために大切なのが、各番組で台本を作る際に依頼されるアンケート。そこで今回出演するアーティストたちにアンケートを依頼。その書き方を数々のバラエティ番組に出演し経験を積んだ校長が厳しくチェック。アーティストたちの意外な素顔が明らかになっちゃいます。ナレーションは最近花粉症に悩まされている俳優たけし直樹が担当させていただきます。今回校長と面談するアーティストは、失礼します。はい、失礼します。おはようござい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 ます。はい、なるほど。それぞれの得意分野を生かしセルフプロデュースする3人組ガールズユニット、コールミーのメンバー小海さん。コールミーの小海です。21歳です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、男女混成ダンス&ボーカルグループ LOL のメンバー響さん。響です。普段は5人組のパフォーマンスグループで、はい、歌って踊ってます、はい、よろしくお願いします。はい、とにかく一生懸命がモットーのニュージャンルイケメンパフォーマンス集団 IKEA のメンバー相田海心さん。よろしくお願いします。ニュージャンルパフォーマンス集団 IKEA の相田海心と申します。はい、よろしくお願いします。こんな真面目でいいのみんな、ね、すごい。まだ皆さんお若いですから。なるほど。もっとはっちゃけてほしいですよね、逆に。いや逆にね。でももっと若さは、うん、緊張します。すごい、超真面目なメンバーが集まってしまった今回の校長面談。そのアンケートのテーマはトークバラエティ番組。テーマとは程遠いメンバーですが、弾けるトークになるのでしょうか。最初の質問は芸能界に入ったきっかけ。これ答えるのがめんどくさいよね、結構ね。めんどくさいってもう言っちゃったらあれじゃないですか。めんどくさいんだよ。でも、はい、そこをちょっと特別性を出して書いてくれてるかどうかっていうところだね。シオンはなんで入ったの。ちなみに校長の秘書として MC 担当の宮脇しおんさんのデビューのきっかけは、結構普通なんですけど。いや、普通です。でも私はもう小さい時から歌ったり踊ったりするのが好きで、9歳の頃に地元の長崎のダンスとボーカルのスクールに通い始めたっていう、まあ普通な。残念ながら宮脇さんのデビューのきっかけはごくごく普通の話でしたので、皆さんそれを超える回答お願いします。まずはコールミー小海さんの回答から。モデルになりたくて事務所に入ったのがきっかけです。だそうです。なんか言っちゃったら、いや、より普通だな。逆にここからちょっと掘り下げていけたらいいですよね。事務所に入ったのが小学6年生の時で、その時は地元の事務所に入ってたんですよ。地元が仙台なので、仙台の事務所に入ってモデルを目指してたんですけど、そこでダンスとボーカルのレッスンをさせてもらってから、あ、楽しいなと思って、今そういう経緯でただ今に至ります。いや、今の切り出しは良かったよね。そうですね。6歳、小学6年生。6年生、早すぎる。6年生から事務所に入ってるっていうとこは刺さるよ、インパクトが。本当ですか。それを書いてほしいな、まず。なるほど、そこから書けばよかったんですね。そうそう、6歳ってなるじゃない、何やってたんだろう。6年生。校長、しっかりしてください。続いては LOL 響さん。東京ガールズオーディションを受けていて、その4次審査に LOL チームのスタッフさんが見に来ていて、うん、LOL のオーディションに参加してほしいと言われ LOL になりました。おお、これはどうしてガールズオーディション受けようと思ったの。この東京ガールズオーディション、オーディションいろいろ受けてて、うん、このオーディションを最後にしようと思ったんですよ。そこ広げてこう。やっとね、ましたらもう校長もこの真面目な雰囲気で多分これ押すの忘れてます、ね。でもこれをライブでも使ってるんだよ。イージードゥダン。これ使ってるから。
校長のワンマンショーで話が逸れてしまいましたが、最後にしようと思っていたオーディションで LOL のメンバーになった響さん、人生何があるか分かりませんね。続いては IKEA のメンバー相田海心さん。なんでもある人の一言がきっかけで芸能界に足を踏み入れたんだとか。10年ぶりに知人のお店でご飯をご馳走になっている時に、偶然いらしていた ABEX 関係者の方に声をかけていただき活動をスタートしました。どういう状況？もともと僕生まれが東京 で、うん、で住んでるのが神奈川県なんですけど、うんうん、その10年ぶりぐらいにふとその日に東京に一回戻りたいなと思って、うんうん、本当は朝に行こうとしたんですけど、うん、まあ、一人で行くのが寂しかったので、うん、一度友達に声をかけた時に、はい、いやちょっと今は時間的に難しいということで、うん、一回断られて、うん、夕方に今からなら行けるよっていう連絡を、うんうん、もらって、うん、その時間にちょうど行った時に ABEX の関係者の方がいらしてて、うんうんうん、でただ自分のその見る目が正しいのかどうかが分からないっていうふうにその時思ったらしく、でちょうど娘さんがまだ小さい時だったんですけど、その娘さんにあのお兄ちゃんどう思うっていうふうに聞いた時に、その娘さんがあのお兄ちゃんかっこいいと思うっていうふうに言ってくれて、それがきっかけでという。いやーそこ広げてこうそこだよ、そこそこそこ、これこれだとね、これだとね、うん、書いてくれてるんだけど、はい、ちょっと普通普通だな。でも ABEX の関係者の娘さんがあのお兄ちゃんかっこいいねって言ってなりましたっていうのは面白いパターンだよね、はい、そういう風だともっと広がるよね、はい、もったいないもったいない、みんないやー確かにもったいない。ちなみに僕のデビューのきっかけは祖父祖母でした。そして校長も同じアンケートに回答。いっぱい書いてますねこちらが校長のアンケート。芸能界に入ったきっかけを DJ 時代、 TRF デビュー時、さらにリミックスワークを手掛けた時期に分けて回答。その時のエピソードも細かく書いてます。ゲストの皆さんもアンケートを書くときはしっかり埋めましょうね。余白たっぷりでした続いての質問は、売れるためにやったまたはやっている努力。皆さんの回答はこちら。 IKEA の相田海心さんは同業者のライブや舞台を見てお勉強。 LOL 響さんは空き時間を自分磨きに。 Call Me 小海さんは普通すぎる印象を脱却するため様々なことにチャレンジ。一人でベトナムやポーランドにも行っちゃうんだとか。皆さんいろいろ努力してますね。最後の質問は、芸能界に入って変わったこと。うわー、これも、はい、じゃあまずここのグループは質問難しいよね。そうです、結構難易度が高いまずは小学6年生から活動している小海さん、変わったことはあるのでしょうか。仙台出身なのでシャイで引っ込み思案な性格でした、うん、でしたが、うん、上京してからいろんな方と触れ合うようになり、オープンでおおらかになりました。はい、なるほど。要は目立ちたがり屋だもんね、みんなね、そうですね、うん、今日髪の毛負けてるよね、すごくありがとうございます。巻いて、はい、ちょっとコウさんと同じように巻いてるよね、はい、俺ね、巻いてもらうときね、くるっていう丸いやつじゃなくて平べったい、挟むやつですか。挟むやつで巻いてもらう。そうなんですか、はい、じゃあ次は小海さん、次回は校長と同じ髪型でお願いします。続いては LOL 響さん、芸能界に入って変わったことは。将来について深く考えるようになった。真面目だしかもちゃんとかっこ年齢のせいかもって言うんですけど、まだ20歳なんですよ。まだいいよいやでもやっぱこの業界ってずっと、もうじゃあそれこそ定年退職あるわけでもないし、うんうん、じゃあ30歳になったら、うん、じゃあ年収が上がりますとかそういうわけでもないから、うん、安定しない仕事だからこそなんか今その20歳っていう年齢を大切にしてそれからもう毎日毎日コツ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 頑張っていかないとなっていうのはすごい考えられました。そこ広げてこうこれはね、面白いと思う。面白いその発想をちょっと生かしてってください
続いては IKEA の相田海心さん。大げさに聞こえるかもしれませんが、生きがいをよりひし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 宮脇さん、アンケートはしっかり読んでくださいね。ということで、芸能界に入り生きがいをより感じるようになったという相田さんですが、これね、質問するのがこっちから難しいように、多分台本書く人もひひひしって包丁も言えてないですからね読みにくい文字書くな。相田さん、アンケートには読みやすい文字を使いましょう。ここね、やっぱり、ね、質問としてね、なかなかね、はい、難しいんだよ、すごく。何か変わった、今までと違う、はい、そういう例をちょっと俺書いてきました。ゲストの皆さんにはちょっと難しかった今回のアンケート、そこで校長がお手本を披露してくれました。 A ネーションのチケットを頼まれるようになっただってこれさ、やたらチケットとか頼まれない？聞かれますね、でも、うん、何々取れる？って言ってさ、まあいいや、その話は、はい、さらに校長といえばバラエティ番組、アーティスト活動からバラエティ番組に出演するようになり、変わったことも答えてくれました。修学旅行生にやたら重宝がられるクラブで DJ をやってると不思議がられる不思議がられるんだよ。だからみんなもそうかもしれないけど、TRF でやっている DJ コーをもう世代的にもう見てないんだよ。だから俺がクラブでやってると、あれいつボケんだろうと思うと、ここで校長面談は終了。はい、ということで以上面談でしたが、皆さんいかがでしたか？じゃあコンビさんから。いやもう全部がためになりました、うん、やっぱりこう一つじゃなくて二つこう設けてやったりとか、あとちょっと面白いことを入れたりとか、そういうのもこう技だなって吸収できました、うん、結構今までアンケートってもうバーって書いちゃうことが多かったんで、さっき DJ コーさんのアンケートにこんな大御所なのにこんなに書くんだと思って、すごい私ももっと倍以上書こうと思って、ね、本当に心を入れ替えます。そうですね、今回お話聞かせていただいて、はい、そういうやり方をすればもっと自分の面白いところいっぱいまだあるなっていうのが自分でまだあるんで、まあそこをこれからですね、もっとどんどん出せるように、はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、では今回の校長面談でアンケートが一番良かった人を決めたいと思います、うん、それでは本日の最優秀アンケートを校長に選んでもらいましょう。難しい、コースつけがたいんだけれども、今日はね、でも髪の毛の巻き具合でコミちゃんかな。ということで、最優秀賞に選ばれたコールミーの小海さんには校長からのアンケートをプレゼント。小海さんが選んだアンケートは、じゃーん、じゃーん、 DJ コーがさらに売れるために何をしたらいい？それ小海ちゃんに聞きますか？それでは小海さん、お願いします。これです。はい、髪色を変えてみる。はい、回答どうですか？いや、ナイスナイス回答です。ありがとうございます、はい、というわけで皆さん、またよろしくお願いします。次回もさまざまなアーティストが登場、お楽しみに。